皆様こんにちは。江戸川病院の言語聴覚士の中川と申します。よろしくお願いいたします。佐中院長の方から運動療法というふうにご紹介いただいたんですけども、言ってみればですね、頭の運動でございます。リハビリの中でも私はその頭 の、 働きですね、認知機能なんて言ったりしますけれども、そのあたりを専門にやっているものでございます。ですので今日はですね、認知症がどんなものかっていうのと予防できるのか、それからその対応はなんていうことを簡単にお伝えして、あとは皆さんと一緒に頭の体操をしたいなと思っております。よろしくお願いします。じゃあどんどんいきますね。今お話ししたことですね、認知症予防できるのか、良い方法あるのか、そして治るのか、あとはですね、介護をする側、介護をされる側、両方がですね豊かに生活しましょう。これが、とっても大事な目標になりまして、これだけです。今日覚えていただくのは、ご本人もご家族も毎日を楽しく過ごす、認知症であれ認知症を持っている人が近くにいていたりしても、こういうですね、基本的にはこういう考えでいてくださればいいかなということです。ところで今日お越しいただいている皆様、自分が認知症だと思う方いらっしゃいます。認知症になるんじゃないかと心配だと思う方、自分の周りに認知症がいらっしゃる、はい、なるほど、そうですね。じゃあ物忘れするよっていう方、はい、はい、大丈夫です。で、物忘れするということを覚えてらっしゃるぐらいですから、あんまり気にしなくていいと思います。これ物忘れでございます。はい、じゃあどんどんいきましょう。まず認知症何かって言いますと、難しい話をすればですね、脳をですね、大脳がちょっとおかしくなってしまった、形がおかしいとか、血の流れが悪くなってしまったなんていう状態ですね。で、持続性の知的障害、今遷延性なんて言うんですけども、かつては不可逆性と言いました。つまり一回なってしまうとなかなか治るものではございませんということですね。あとは発症は18歳以上、成人になってからです。もともとの発達の障害とかそういうのをお持ちの方は、それはまた認知症とは違いますということになります。で、私たちがリハビリをするような立場からするとですね、語弊を恐れずに言えばですね、認知症というのは立派な病気である。かつてはボケちゃったとか、ちょっと変になっちゃったなんて言われたわけなんですけども、これは立派な病気でございます。そして複雑かつ多様な全人格的病、2人として、同じ症状の方はいらっしゃらないということになります。それと正常性が残っています。どなたにも必ず正常な部分が残っております。で、そこに働きかけるのが私たちの仕事というふうになりますね。で、大事なのは早期発見ですね。ちょっとでもおかしいな、自分でもいいです、自分が何かおかしいなと思ったり、自分の身の回りの人がおかしいなと思ったら、抱え込まずにまずは病院に行ってみると。で、何もなかったら万々歳ということになりますし、始まっているとしたら立派な病気ですから、病院で見てもらうということが必要になります。で、何もしないことが一番問題になっちゃいます。特に介護する側になりますと、どんどん進んでいっちゃいますと、介護するのは本当に大変になっちゃいますから、とにかく早期発見、そういう意味でも今日田中院長もやってました、早期発見のテストですね、ああいうことはすごく有用だと思います。そして認知症予防できるんでしょうか。残念ながらですね、こうすれば認知症にならないという方法は明確なものはございませんが、どうすれば認知症になりにくいかみたいなことはちょっとずつ分かってきてはおります。で、認知症になってからじゃなくて、なる前に行動を起こすこと、先ほどありましたように、いろいろしましょう、運動しましょうとかね、頭使いましょう、そういうことをするのが大事です。なおかつ認知症になってしまったとしても、そこで諦めるのではなくて、いろいろ手を打っていくというのが大事になります。で、先ほどもありましたね、NAT っていうのですね、ああいう脳 の、 活動をこう調べたりですとかね、自分が弱いところがこう分かればですね、そこを強くすればいいわけですね。ですから生活習慣が大事になるわけなんですけども、いろんな方法で調べて、苦手なところを強くしましょう。で、生活習慣、
ここに書いてある通りなんですけれども、脳の状態を良好に保つためには食習慣、運動習慣を変えることが認知機能を重点的に使うためには、対人接触を行うことや知的行動習慣を意識した日々を過ごすことが重要だと言われています、なんていうふうになっているんですが、要するに何が言いたいかっていうと、後で出てきますけれども、頭を使いましょうということなんですね。体も使いますし、頭も使いましょう。で、ここに出てきてるんですけれども、こういう生活習慣しましょうねって書いてあるんですが、私大事だなと思うのは、ここの3番と4番ですね。対人接触、人とよくお付き合いする。で、知的行動習慣、頭を使いましょうということですね。ここです。これが大事です。で、これインターネットから引っ張ってきたんですけども、まあいろいろございます。予防するためにはこういうことしましょうね、書いてあるんですけど、まあ一般論といえば一般論だと思うんですね。どこに行ってもこういうこと言われると思いますし、いろんな本にも書いてあります。で、この辺は認知症に、認知症であろうがなかろうが、この辺を守るというのは大事なことだと思います。で、まあ先ほど言いましたけど、要するに頭を使って考えましょう。今日も皆さんこうやってお越しいただいて、認知症についてっていうことを一生懸命考えていただいているわけなんですけども、こうした活動が大事です。普段しないことをするということがとっても大事になります。はい。で、今日はですね、ちょっと先ほどの血管性の認知症の話があったんで、それを少しするんですけども、まあ、認知症のタイプってですね、実はいろいろあります。脳血管性とアルツハイマーとか、最近で言うとレビー小体型なんていうのがあるんですけれども、そういうのが目立ちますが、いろんなご病気の影響で認知症と同じ症状が出ることは多々ございます。ですからまずらっと書いてあるんですけども、その中でですね、どんなものが出るかって言いますと、脳の場所によって変わってきます。脳の場所、どこにダメージを受けるかで症状がちょっと変わるんですね。アルツハイマーと言われるのは頭のてっぺんの部分だったり、海馬って言われるところですね。そこにダメージを受けると、記憶の問題が出てきます。それから空間の問題、なんていうんですかね、三次元がよくわからないみたいな問題が出てきます。で、前頭側頭型って言ってですね、頭の前の方とか横の部分ですね、それの前の方なんかに、ダメージがきますと、行動障害、脱力性、よく言われるのは我が道を行くなんてことですね。どんどん我が強まっちゃって、自分の好きなことばっかりするようなタイプはこうなりますね。それから意味性認知症なんて言ってですね、頭の横の部分の前の方、そこだけになりますと、今度は意味が分かんなくなっちゃう。物の意味が分かんなくなっちゃう。チーズだと思って食べたら石鹸だったみたいなことが起こるんですね。そういうのがこうなります。はい、レビー小体型、今度はですね、脳そのものは大してこうダメージないんですけれども、頭の後ろの方の血の流れが悪くなっちゃうと、変なものが見えちゃう、幻覚が見えるといったタイプがあります。これがレビー小体型って言いますけども、そんなのもあります。し、あと最近多いのはですね、感情進行性失語なんて言われるんですけれども、失語症というですね、言語障害、これで始まる認知症も報告たくさんあります。いろんな、これもまた失語症なんでいろいろタイプがあるんですけれども、その物忘れではなくて、うまく喋れない、あるいは間違って喋っちゃうなんていうことで始まる認知症もありますので、それはご記憶いただければと思います。はい。で、脳血管のお話出たんで、ちょっと今日持ってきたんですけども、本当はですね、この脳、白いところたくさんあるんですけども、真ん中の白いところは良しとしてるんですね。他は、本当は真っ黒でないといけないんですね。なんですけど、こう白い点々だったりですね、こういう、なんて言いますかね、余計なものがくっついてたり、こういう、ちょっと言葉はおかしいんですけど、脳が汚い状態になってしまうと、脳血管性の認知症になってしまう可能性は非常に高いんですね。で、どんな症状かっていいますと、一番分かりにくい認知症だと言われています。特に佐中院長のお話であったように、軽度の段階ですと分かりにくいんですね。ちょっと元気なくなっちゃったかなとか、ちょっとなんか違うなぐらいにしか分からないので、肌から見ても分かりにくいんですけれども、つまり、脳の中にですね、脳梗塞だったり何かできちゃうわけなので、そのたんびにちょっとずつ悪くなっていくわけなんですね。で、なんだかやっぱり最終的におかしいっていうふうに気がついた時には、ちょっと遅い、もうかなり進んじゃってるなんていうこともあります。で、一
一番分かりにくい記憶障害みたいに、あのさっき言ったのなんだっけみたいにこう見えないので分かりにくいというふうに言われております。ですから宣伝になっちゃいますけども、田中先生 の, あの早期発見のということでね、はい、皆さんやってくださいね。はい、で、まあ、そういう認知症アルツハイマーもそうなんですけども、なっちゃったらどうしましょうかっていうと、先ほどもちょっとお話しあったんですけど、特効薬はないんですけれども、とりあえずのお薬はありますから、そういうものを飲んでいただく、あとはですね、介護だったり対応だったり環境を整えたりっていうことが大切になります。むしろその皆さんですね、医療従事者やない側の方からすると告知の方が大事になるんじゃないかと思います。はい、で、まあ、またあのさっきと同じだったんですけども、あの3番4番ですね、対人と関わること、それから知的習慣をしましょうというのが大事になります。で、認知症になってしまった場合、あるいはそのなってしまった方があの家にいらっしゃる場合、とにかくですね、家に絶対に閉じ込めておかないことが大事になります。家族と離れる時間を作ってください。 できればデイサービスですとかそういうところにこう行っていただいて、他者と関わる時間を作る、それが大事になります、ね、そうしますと本人は本人で行って少しこう他人様と関わって疲れて帰ってくる、で介護する側は自分の時間ができるということになりますから、とっても大事になります。でどうやって介護する側が自分の時間を作るか、あるいは介護をするという時間をいかに減らせるかということを考えるのが大切です。あの大切な家族なんで病気になっちゃったから私面倒見ますっていうのはもちろんそうなんですけれども、全部背負い込むということはまず無理ですから、できるサービスは使って、それは責任を放棄しているわけではなくて、皆さんがこう楽に生活するためにはそういう時間が必要だということです。で、どうしてもですね、介護するときにはですね、願望が出ちゃうんですね。昔のおじいちゃんはこうだったから、ああってほしい、おじいちゃんはこうあるべきだっていうのは周りの人たちの考えであって、なんていうんですかね、本当のその今の状態のそのおじいちゃんを見ると、そうは言えないわけですね。ですからその時点の、今の状態を正確に把握して現時点で最良の対応をする。だから認知症が進んでしまった方がいるとすれば、その状態を見て差し上げて、その人に合ったものを提供していただくということが大事。はい、まあ、そんなわけでざっとその対応をお話ししたんですけれども、ここから実践編でですね、さて皆さん最近温泉に行ったいらっしゃいますでしょうか、あるいは旅行に行った、はい、いらっしゃいますよね。いつ行ったか明確に日時を定められますでしょうか、言えますでしょうか、言えますでしょうか、大丈夫で、何時何分ということで、あるいはじゃあちょっと振り返っていただいて、新婚旅行行きました、はい、絶対行ってますよね皆さんね、はい、じゃあ何月何日の何時に行きましたか、これ難しいですよね。多分場所は思い出せると思うんですけども、時間は時間で日付ですかね、出てこないと思うんですね。つまりよくですね、ほら何月何日も分かんなくなっちゃって、さっきカレンダー見たでしょなんていうふうにやりますけど、これは相当難しいことを要求しているということなんですね。難しいんです。時の流れというのはすごく難しいんですね。はい、だからあれで判断するのは非常にかわいそうなお話なんですね。はい、時間の検討好きとかっていうのになってるわけなんですけども、人間はですね、一回眠りますと記憶の障害に陥ります。一回意識が途切れてしまいますから、一回記憶をこう失うわけなんですね。でも翌日起きた時に何月何日で今日は何曜日で今どこにいてっていうことができるっていうのは、昨日の記憶を思い出すことができるからなんですね。そういうことは非常に高度なことなので、認知症の方には難しい、まあ我々も難しいということですね。はい、まあ、時間的空間的どこにいるのかを正しく位置づけることが現状であればできるということになります。はい、それからさっき田中院長のものがありましたけれども、まあ、テストですね、ちょっとやってみましょうか。これから言う3つの言葉を言ってみてください。私言い終わったらおっしゃってみてください。梅、犬、自動車。はい、梅、犬、自動車。はい、これ
あの皆さん1回で言えてとても良かったと思います。でこの3つを覚えておいてください。また後ほどお伺いいたします。はい、その間に数字の100から7をどんどん引いていこうと思います。100から7を引いたらいくつでしょうか。そこから同じ数もう1回引いてください。はい、もう1回同じ数引いてください。もう1回引いてください。もう1回引いてください。はい、だん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 ごにゃごにゃしてきました。大丈夫ですか。大丈夫ですか。最後65ですね。はい、こんな風にこう頭の中であの覚えておきながら何かをするというのは非常に大変なことなんですね。はい、今度数字を申し上げます。私が言ったらそれを反対の順番にしておっしゃってください。はい、1、7、はい、7、2、6、8、はい、8、6、6、大丈夫ですか。3、5、2、9、はい、9、2、5、3、はい、その通りですね。はい、難しいですよね。これもそうですね、覚えておきながら何かしましょうなんていうことになりますね。はい、それでは先ほど覚えていただいた3つの言葉何だったでしょうか。大丈夫ですね。はい、大丈夫です。緊張しちゃいますでしょ。こういうことをあの認知症の方調べるときにやるわけなんですね。ですから結構シビアなことを求められていて、初対面の人にこんなことをやられて答えられなかったら認知症疑いとか言われちゃうわけですね。だから気をつけなきゃいけないんです。ただまあ言ってみればそういうことをしましょうなんですね。日々そういうことをして頭を鍛えましょう。はい、ここに空欄がございます。この空欄に当てはまるのは下の字のどれだと思いますか。はい、答えは何番でしょうか。あ、見えないですね。1、2、3、4、5、6となってます。 2番。そうですね、2番形はいいんですけど周り考えると4番ってことになりますね。はい、これはどうでしょうか。これです、これです、6番。じゃあこれは誰も何も言わなくなっちゃいました。はい、じっくり考えてください。答えはですね、5番になります。5番。はい、そこら辺は謎のままにしておきましょうかね。はい。というようなことで頭の体操をするというのが大事になります。であとはまあ、市販されてる、ね、頭の体操みたいなものでもいいんですけども、そういうのやってもいいし、自分の好きなことをとことん追求してもいいし、とにかく頭を使うことが大事です。あとは認知症になっちゃった方が周りにいた場合、皆さんどう対応しましょうかですね。大体よくある話がですね、食べたばっかりなのにご飯まだ、ちょっとどうしたんだよ、私お腹すいたかよ、さあ皆さんどうしましょうか、ね、もう呆れちゃうわ、食べたばっかりでしょっていうふうに怒っちゃう。あるいは今作ってるからちょっと待っててねとか言ってる。それかおやつでも出してる。はい、 A だと思うから、 B だと思うから、 C だと思うから。はい、そうですね。 A ですとまあ一般的な普通の物差しになっちゃうわけですね。そうすると逆にその人は変な人だな、私食べてないのに食べたって言ってるわよっていう風になって被害妄想的になっちゃうんですね。でさっき の最初の方のお話みたいに、その人の現実、今がどうなってるかっていうのをよく捉えれば、こういう風にですね、正論で返してはいけないというのはよくお分かりいただけるかと思います。で B 作ってるから待っててね、これが一番いいんですね。自分の要求が満たされるわけですよ。ご飯まだ自分が要求してるんで、それに対してやってくれてるよっていう答えが返ってくる、これ万々歳なんですね。で、やってますよって言ってる間にうまくいけば、その要求自体を忘れてしまうかもしれないと。でその場限り満たしてあげればいいってことですね。でおやつ出すのもいいんですけど、さっきの話じゃないんですけども、大体糖尿病とか他の疾患を患ってらっしゃる方が多いんで、あんまり食べ物でいっちゃうと他の病気がどんどんひどくなっちゃうということになりますね。はい、もう一つ、夜中の2時に家に帰る、騒ぎ出したらどうしましょうか。はい、何言ってるの、ここは言えよ。はい、これからお迎え来るからちょっと待っててね。あるいは一緒にちょっと歩いてみる。これも A で答えちゃうと、もう何言ってるのになっちゃうんですね。
で B だと、まあ、待ってる間にまた目的忘れちゃったで C もいいんですね、一緒に歩いていただければある程度満たされますから、でそれで頃合い見て、じゃあ明日一緒に探そうね、とにかく満たしてあげることが大事です。もう一個言いましょうね。これよくありますね。私の財布どこ行ったの、あんた取ったでしょ、はい、取ってないわよ、自分でどっかしまったんでしょ、あるいは一緒に探してやる、それから探し出してやる。これまあ A じゃないっていうのはもう分かると思うんです。 B だと思うかと C だと思うかと、はい、ここ難しいんですね。 A はいいとして B がやっぱりいいんですよ。一緒に探して、一緒に探して探し出してあげたとしても本人に見つけさせるんですね。ご本人にで見つけ出してあげちゃうと、ほらあんた持ってたのねなっちゃうわけですね。ですからとにかく本人を満たすために、ご本人に見つけさせる、ご本人を満たす、そういうことをしていただけるといいと思います、はい。あとはですね、資料にもあった車の運転、最近ニュースでよく出るかと思うんですけども、ああいう方々は割と認知症である方が多いので、そういう行動が逆に車乗る方で出てくるようだったら、ちょっと心配した方がいいぞというふうに思ってください。はい、で、どうしてもお年重ねればね、機能下がってきてしまうと仕方がないので、今みたいに頭の体操するっていうのももちろん大事ですし、いろんなツールですね、道具使うというのも大事になります。今、携帯電話ですね、これ使うと、例えば記憶が難しい方には、逆にその記憶の代わりになってくれて、いろんなことをしてくれたりっていうような機能があったり、その道案内してくれるですとか、さまざまな機能がありますから、そういうものもですね、活用できるのであれば活用する、あるいはこういうものを持って考えるようになりますから、どう使えばいいのかしらなって考えるようになって、私機械いらないわって言うんじゃなくて、ちょっと挑戦してみる、そういうことがまた認知症の予防にもなったりします。はい、というわけで駆け抜けましたけれども、まあこれだけです。ご本人もご家族も毎日楽しく少しこれだけを考えていただければいいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。